早速いるね。シャイナーを殺したくて見境なしだ。お、そろそろか。あらら、いた。もうそろそろなはずなんだけどね。あれ、こっちじゃない、こっちか。今のは一体何だ。一匹そっちに行ったね。シタイナ、状況は。オッケー。シタイナ、そっちの状況は。ドラゴビッチの部下どもが島中の人間を集めている。奴の計画に必要のなくなったはずだけどね。また湧いてきてるの。急いでくれ、私も殺されてしまう。もしくは死んだ敵がまた蘇ったのか。メイソン、早くあいつを捕まえと。あ、なるほど、そういうことか。冗談だ、メイソン。そいつを殺したら意味がない。何をやってる。攻撃するな。やめろ。私はビクトル・レズノフ。そしてこれが私の復讐だ。メイソン、よせ。いた。俺は大丈夫だ。シタイナを調べろ。死んでいます。頭に一発。見つけないと。いや、ここにはいない。俺はこの目で見るまで信じない趣味だ。ボルクタで何をされた、メイソン。シタイナが死んで、送信施設の手がかりはメイソンだけだ。こいつを連れ戻そう。行くぞ。こちら、ドックに続いてる。こちらビーバー。島倉脱出。これより移動する。了解。これよりドックを制圧する。こっちじゃないわ。いや、違う。あのマークなんだ。奴らに何をされた、メイソン。メイソン、友よ、答えてくれ。同胞に裏切られた時、人は一体何を信じればいい。自分の存在と成し遂げたことすべてが非道な男たちの嘘と偽りで埋め尽くされたとしたら、私はこの惨めな場所で死ぬ。私を生かし続けている者は復讐への渇望だけだ。奴らを追うぞ、メイソン。ドラゴビッチ、シュタイナ、クラフチェンコ、奴らに死を。数列の解読方法を刷り込まれた。送信された数字には送信施設の座標も含まれていたんだ。必要な情報は全て彼の中にあるんだぞ。バンカーに移動するぞ。現在デスコン2だ。もう全力が尽くした。いや、まだだ。まだ切っていないカードがある。お前は行け、ウィーバー。失敗だと報告しろ。ヤツと戦術する気か。勝手にしろ。畜生、どうして思い出せないんだ。レズノフは死んだ。メイソン、わかるか。ヤツは死んだ。ウィーバーの言う通りだ。もう時間がない。
ロシア人に利用されたんだ。そうだと、お前は裏切ってない。おっと、数秘のことだ、メイソン。これには何の意味がある。どこから送信されている。これはもう完全にリアルだね。数字、一体何を意味してる。まあ、洗脳されてる感じなのかな。あらら、メイソン、どこにいる。生きてはいるもんね。スタイナーは殺すしかなかった。もう少しだ。聞こえてるんだ。そこの扉か。ルクタで殺すべきだった。少し待て、休ませて。意識を取り戻したら電圧を2倍だ。思い出した、ボルキタで奴らが言っていたことを。この被験者はすでに暗号数列を解読できるよう調整済みなのだ。それで何が問題なんだ。彼の命令に対する反応がとても不安定で予測できない。予想外の抵抗を示している。なぜだ。普通じゃない、特殊なんだ。これほどまでに強い意志の力は他の被験者ではもっとうまくいったんだが。私の命令に従うことができないのであれば役には立たぬ。失敗作だ。牢に戻しておけ。頭が数字が壊れそうだ。この先に一体何があるんだよ。ターゲットに向かえ。ターゲット、オズワルド高速。ああ、ルクタでは皆飛行台だ。レズノフ、このアメリカ人を信じるのか。ここ命をかけてる。あかない。そいつも我らもそう違わん。私を信じるようにメイソンも信じろ。裏切られ、忘れられ、見捨てられた。あ、なんか、おお、すごいな。生き延びろ。絶対に脱出するのだ。私たちは兄弟だ、メイソン。同じなのだ。こっちか。やっぱり、ちょっと待って。ジョン、ビッツ・ジェラルド。待って、なんか崩れそう。おお、君は最高の人材だと聞いている。あ、待って、あらゆる場所でな。早く。てか、やばくない？普通に死ぬぞこれ。満足か、メイソン。待て、まだ死体を確認してない。目標がすごい勢いで離れていく。俺たちはスタイナーを殺さなければならなかったんだ。俺たち、レズノフのことか。俺たちが求めていたのは、私たちは兄弟だ、メイソン。同じなのだ。ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナー、奴らにしよう。洗脳したのはドラゴビッチだが、レズノフは独自の思惑があった。メイソン、あの男はベトナムになど行っていない。ノバシクスの書類を持ってきた亡命者はマクビ襲撃時に死亡している。ベトナムに彼はいなかった。おう。どうさ。フジコはここにいる。
バース島にも彼はいなかった。レズノフはもう5年前に死んでいる。オルクタからお前と脱走し死んだ。何年も一緒にいた気がするのは全て想像の産物だ。あーでも確かにそうだよな。だからこそ成功した。東側の言われてみればだな。お前はケネディを殺すように仕組まれた。レズノフが横槍を入れた。奴はドラゴビッチへの復讐に燃えていた。ドラゴビッチ、クラフチェンコ主体の新たな標的だ。記憶に空白があるな。こっちでもお前の消息を把握できていなかった時期だ。だが洗脳が解けてしまえば失われた時間も戻るだろう。退避するぞ。ノバシクスの攻撃が近い。国中に潜伏中の何百人もの工作員があの毒ガスをぶちまけようとしているんだ。シュタイナーが死に数列の送信に関する手がかりは断たれてしまった。お前は暗号を解読するようプログラムする。数列の意味はお前にしか分からない。ノバシクスは奴らの計画の一つにする。未知の計画が送信を傍受し何時間も繰り返しお前に聞かせたが未だに潜入の壁を崩すことができない。メイソン、最後の望みだ。頼む、もう一度だけ聞いてくれないか。こいつは好きにしろ将軍。君への贈り物だ。新たな関係を祝してな。お前はボルクタの。知らんだろうな。お前に何をしたのか。この被験者はすでに暗号数列を解読できるよう調整済みなのだが、全工作員に告げる。キューバにおける我々の新たな盟友が国内に高級的な送信施設の建設を承諾してくれた。プロジェクトノバの始動まで今後全ての指示はルサルカからの送信で行う。西側の中枢部を攻撃する我々の計画は今始動する。さらなる指示を待つ。こいつは好きにしろ将軍。君への贈り物だ。新たな関係を祝してな。新たな関係を祝してな。高級的な送信施設の建設を承諾してくれた。すべての指示はルサルカからの送信で送るな。送信源が分かったぞ。船だ。あれはずっと前に見たルサルカだ。場所はキューバだ。おう、じゃあ船を沈めに行くのかな。あり方そのものの危機だ。西側の中枢部を攻撃する我々の計画は今始動する。奴を止めなければ。メイソン、その男は恐れを知らない。良心もなく弱みもない。アメリカ全土に潜入したドラゴビッチのスリーパーたちがノバシックス散布の合図を待っているのだよ。君は最高の人材だと聞いている。あらゆる場所だ。ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナー、君を求めて奴らに死を。ミスターメイソン、隊列を崩すな。送信施設まであと少しだ。あったね、船。くそ、敵機から対空砲が。待ち構えていたようだ。ヤンキーチーム、右翼を攻撃しよう。ラジャーアルファ、隊列を離れる。待って、目標が。よし、あと一機、やった。あ、まずそこにもあるのか。
味方が結構やってくれるね。あとはそっち側か。ぐるっと反対側に着陸地点を確保しよう。よし、分かった。RPG 正面。危ない危ねえ。あれまだ。ヤンキーチーム位置についた。ゴーゴーゴー。オラ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 。回避しろ。攻撃を続けろ。片付けろ。 RPG こっち。攻撃を続けろ。飛んで真正面。なんで上。片付けろ。ウィーアーキッチンの位置についた。アルファ、これより支援に移る。おわ、了解、移動する。野球はついてこい。ゴー。俺たちは左舷に回ろう。左舷に回る。攻撃許可。ん、この目標はどこにいるの。下か。え、違うわ。早く叩け。まあ、大まかなあれか、ポイントしか表示されないのね。よしよし。来た。右側。あれ味方だな。ヤンキー分隊動けない。ゴーゴーゴー。よし。ブリッジの上に着陣。その調子だ。オッケー、片付いた。片付けろよアルファ。おー、なんだ、危ねえな。そこと窓の中にもいらない。攻撃を続けろ。片付けろ。ヤンキーチーム位置についた。よし、北のデッキへ移動する。了解だヤンキー。アルファチーム。おお、ちょっと待って。ハインドだ。回避しろ。ハインドを後ろ立て。くそ、左下だ。やられちゃったこれ来るから、先に撃ちまう。敵のハインドだ。回避しろ。ハインドを撃ち落とせ。撃たれてる。強っ。チーム位置についた。最初で極力ダメージ与えてきたよな。ある程度距離を保ちながら行きたいんだけど、ミサイル来られると。ヤンキー2、ハインドを撃て。一瞬でやられんな。チーム位置に着いた。北のデッキへ移動する。了解だヤンキー。アルファチームはすぐ後ろだ。敵のハインドだ。回避しろ。ヤンキー2、ハインドを撃て。撃たれてる。なぜ俺ばっかり狙うんだ。ハインドを撃ち落とせ。あー痛い。これ以上はまずい。やったやった。ヘリポートへ向かってくれ。了解。どこだ、ヘリポート。どこ、待って、掃除、あ、そこか。急げ、メソン、ヘリをするぞ、止めない。はい、痛い。あのね、よし、大丈夫か。ヤンキーチーム、状況は。デッキ2を移動中。結構やったもんね。多分敵の数もそんなにいないでしょう。味方だった。味方だぞ。曲がってる。
あ、どうぞどうぞ。落ち着け。やってな。片付けだ。まずい。やったぞ。敵のヘリだ。メイソン、誘導ミサイルを使え。こっちか。ヘリを撃墜しろ。うわ。あ、避ける。箱を見ろ。やばい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 。ほい。勝手なを見ろ。オッケー。遅く。まだいる？向こうか。お、真正面。いいよ、向こう立って。このそばに看護砲弾に。おい、誰だ？誘導。ちゃんと敵。身を貸せ。やったか。行け。よし。上にもいんな。グレネード行くぞ。やってたか。カルソ、ちょっと来てくれ。なんだ。くそー。ウィーバー。了解。こちらへ向かう。どこにいるぞ。味方だ。通れねえ。死にます。まだいた。スーパーゴリ押し。サンゴダウン。やってな。後ろにいる。どこかわからん。ちょっと上か。何やってんだか。やったな。ターゲットダウン。気をつけろ。コンタクトか。3人だ。よし。バーの向こうだ。激しい激しい攻撃が。リロード中なんだよ。リロード。
助けたぞ。行きましょう。よし、全然死なねえ。箱のそばだ。飛んだね。思った以上に厄介な船だな。送信基地があるのはこの下だ。くそ。そう、ドラゴビッチが送信を始めるぞ。司令部、こちらアルファ1。ルサルカ号が送信源であることを確認した。空爆を要請、撤収する。まだだ、ドラゴビッチを探すぞ。あと15分もしないうちに海軍がこの船を吹き飛ばすんだぞ。俺のミスはバイコヌールで奴の死を確認しなかったことだ。洗脳は解けてるんだろうな。だったらなんだ。どの道奴は俺が地獄送りにするんだ。脱出しろ、ウィーバー。俺たちは蹴りをつける。ハドソン、ブイが見えるか。送信は海面から行われていた。施設が見つからないわけだ。この下にあるのは送信施設どころじゃないぞ。ソ連の潜水艦の補給基地だ。ノバ6が引き金となるドラゴビッチの進行計画の一環か。